ターに来ました。イエーイ。あのあれぶりだね。あの年末の、うん、あハッピーニューイヤーです。そして今日は浅草に来てちょっと浴衣も着て食べ歩きね、ここできたらなと思っていろんなご飯を、ね、食べていきたいと思います。それでは、レッツゴー。めっちゃ日本っぽい。暑いね。暑い。でも夏だから浴衣着てる人多い、ね、しかもなんか写真映えもするからめっちゃおすすめじゃないこれ。うん、浅草でじゃらんじゃらん。日本ならでお参りします。頭が詰まります。あと体バレーがうまくなりますように。もうその時点でなんかバカっぽいけど気をつけてよ、階段。階段。落ちないでよ、みんな。みんな落ちないでよ。もうさ、生地が張り付いちゃってさ。あ、ね、静かにさ。一応日本人なんで、ちゃんとあの礼儀を。えいしょ。階段、階段。えいしょ。えいしょ。はい、今お参りが終わりました。はい。いっぱい頼みました。お願い事いっぱいした。今からおみくじしていきます。おみくじ、これ100円入れます。わー、はい、みくじチュイーンで、これを振って出た数字のとこから紙を、どれ？あ、そこじゃん。95、見ないで。まだ見ないで。見ないで。はい、交換しようか。ゆり。いいよ、ゆり。いいよ。51。51から取って見ないでね、まだ。いいよ。はい、マリアスちゃん。いいよ。出た？12番。あっち側かな、向こうかな、ここすぐ右にある。取れました。じゃあみんなで結果見てみましょう。いい？いや、せーの、1、大吉。すごい、まいちゃん。でもさ、誰も悪くない。誰もいない。大吉、すごい。マイン大吉、すごい。やったー。え、でもいいよ、志を立てて一心に努力すれば次第にいい方向に向かうでしょう。年末年始さ、うちらさ、全員さ、叶えにくいでしょとかさ、はい、全部だったじゃん。願望は叶えられるでしょう。うん、叶うでしょ、病気あとになって治るでしょう。一緒。実物遅くなって出てくるでしょう。出にくいだって。待ち人遅くに現れるでしょう。遅くなるでしょう。遅いでしょう。新築引っ越し支障はないでしょう。旅行いいでしょう。旅行いい。結婚付き合いいいでしょう。すべてよろしいでしょう。旅行いいでしょう。だってうちらの旅行いいんじゃないかな。旅行行こう。見て。のろけることなく勤め励んでいるようですが、現在は辛さだけを感じていることでしょう。なんかリアル。はるかは心の仕事で一心努力すれば次第にいい方向に向かうでしょう。現在はまだ不運が訪れなくても必ず後になって整ってくるでしょう。
大いなる望みがあるので一生懸命に頑張るものの、まだそれが開花する時期とはなっていない。あとで開花するんだよ。今はその時期じゃない。長いんだ。頑張る、我慢する時期。結構これいいのは持って帰るね。そう、いいのはそう。今回でもみんないいから持って帰る。持って帰ったいと思います。イエーイ。暑い。じゃあ食べ歩き行こう。レッツゴー。これから食べ歩きをしましょう。アイス食べたいんだよね。アイス食べたい。抹茶のソフトクリーム。お芋食べたい。もう暑すぎてなんか 何が食べたいってない。なんか日本の夏はインドネシアよりも暑いです。暑い。でもたくさん観光客いるね。いる。なんか私たち可愛いからかわからないけど、すごい写真撮ってくださいって言われる。たくさんの人。いやそれはこれを着てるからね。日本っぽいから。うん。日本人の顔だし。すごいなんか芸能人になった気分ね。あっちっち何食べる？この中見せ撮ってくるから。うん。あず。やばい死ぬ死ぬ死ぬ。うん。あれか。何度だろう今。30、40度ぐらい。ね本当に。体感はね42度ぐらい。お風呂と一緒。でも気温は何度だろう？30。多分4とかだと思う。5度ぐらいだね。日本とインドネシア同じぐらいのはずなんだけど、暑くて。歩いていきます。目が開かない。何買うんですか？ラムネ買います。買いました。ラムネ。もう暑すぎて飲み物から飲もう。乾杯。乾杯。おいしい。おいしい。炭酸めっちゃいい。うん、染み渡ってたわ今。どうぞ、はい、いらっしゃいませ。人形焼き40個。焼きたての温かいのでいい？はい、はい、人形焼き買いました。浅草人形焼き有名です。食べる？焼きたてめっちゃ温かい。熱い。本当に人形焼き。あ、全部小袋で入ってるんだ。温かい。どうぞ。いろんな形ある。ハットさん、それ雷門。雷門だ。じゃあ雷門にします。いただきます。めっちゃ暖かい。苦しい。マジでゆりは締めすぎた。ここすごい締めすぎもうね。いただきます。次はいちご飴を買いに行きます。いちご飴かわいい。こっちいただきます。からさ、あなんかおばあちゃん好きじゃん。確かに。だからちょっとなんか持っていこうかなって。こういうのもあるんだ。でも全部柚子胡椒。どう？あとは大袋もある。ありがとうございました。これでいいよ。あとせんべいとかまで。こういう、いろんな味のおせんべい。ここ涼しいね。ここ涼しい。ここ涼しい。ここ。チーズ2600円になります。
Here, we have to eat this here, and then we're going to get money. すごい。一日だけということで、少しだけだけど食べ歩きしてみました。でもブラブラしたり、うん、写真撮ったり、日本っぽい写真がたくさん撮れたので、はい、やりたいことはできたよね、うん、もしインドネシアの皆さんが日本に来るときはぜひ日本の体験が結構できると思います。浴衣いろいろ着てみて、そのままこうね、じゃらんじゃらんして、うん、日本の食べたいものお菓子とか、うん、食べてみてください。ということで、はい、最後まで見てくれてありがとうございます。チャンネル登録とグッドボタンとコメントもお願いします。お願いします。それではまた見てね。バイバーイ。